ビクトル・サルバドール・ベルナルデス・ブランコは、ホンジュラス・ラ・セーバ出身のサッカー選手。元ホンジュラス代表である。ポジションは DF。CD ・モタグアに所属しており、自身の出身地、ラ・セーバにある CDS ・ビーダで2003年から1年間プレーした後に CD ・モタグアに復帰した。2006から07アペルトゥーラで優勝し、2007年には、 中米7カ国のクラブ王者を決めるコパインテルクルベス、アンカーフで優勝した。2008年冬には、MLS のクラブや RSC アンデルレヒトから興味を持たれ、2009年1月には RSC アンデルレヒトに6ヶ月の契約でレンタル移籍し、2月7日のレイクモンス戦で初得点した。その後クラブと4年契約を交わした。2009から10シーズンは、 イエーレファン断面の欠場時など5試合の出場にとどまった。2011年12月28日、サンノゼアースクエイクスに移籍した。2003年に初めてホンジュラス代表に招集され、2004年のアテネオリンピックや2006年の2006 FIFA、ワールドカップの北中米カリブ海予選を戦った。 2010フィーファワールドカップ北中米カリブ海予選の前半はレギュラーを務めていたが所属する RSC アンデルレヒトで出場機会を減らしたことから予選後半はポジションを失った2010年5月本大会に出場する23人に選出されたホンジュラス国内ではイメージキャラクターや広告等として広く知られているありがとうございます